お世話になります、ひとりでございます。期間限定レイドがまた更新されましたので、その情報を今回は共有させていただきたいと思います。出現するポケモンについては虫タイプと毒タイプということでございまして、内容はですね、ツボツボ、ラフレシア、ドクロック、テッカニン、あとは巨大バタフリーと巨大ダストダスでございます。変わるのがこの11月2日っていうこと自体も変ですし、あと前のハロウィンレイドから一気に急に質素になったなみたいな感じありますけど、まあやっていきましょう。やり方につきましてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュース受け取っていきましょう。はい、この通り受け取りましたら OK ですね。はい、で出現場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、まあ適当に今回入れてきます。はい、ここに入れてきましょう。インしてけ。違うね。うわ、紫出てくるっていうね、こういう時に限って運がいいのか悪いのかわからないね。あーもう、あーダメだね。おい、また紫出やがった。ふざけんな。おい、まだ、え、ちょっと待って、え、やばいんだけど、なぜ出ない。おい、おお、ようやく来た、ようやく来たよ。こいつ一応ゲットしとこっか。おしっちゃお。おいね、やっぱこいつは本当にそのままセミだよね、単純に。オッケー、ぶっ放して倒していく。お疲れさん。リピボで行きましょう。はい、さすがにゲットさせてくれるのはありがたいね。そこは空気読んでくれるのはちゃんとありがとうって言わなきゃいけないことですね。よっしゃ、ゲットしましたね。アイテムなかなかいいんじゃないですか。あ、でも経験アーメン XL1 個とかね。もうちょっと太っ腹になろうぜ。でも鎧鉱石1個とマックス鉱石1個、1個ずつあるってのはまあいいんじゃないですか。他はまあ普通ですかね。まあ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 、まあ、でもこれって結構いいことなんじゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあ鉄火に見ていきましょう。で 5V ですね。まあまあまあ、でリピートボールの鉄火にレベル60オスでございます。特性すり抜けで相手の壁や身代わりをすり抜けて攻撃できるということで、あ、これ夢特性ですね。これなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ夢特性も今回出るということで、皆さん捕まえてみてください。でシザークロスと切り裂くツバメ返しメタルクロー、まあこれも一般的なやつですね。多分うっかりやな性格でございまして、まあそんな感じでゲットできましたと。あともうちょい捕まえましょうか。まあドクロックが欲しいな。ちょっとやってきますよ。あー違うね。あーおーダメだ。ダメだね。もう、わ、今日確率低いな。おい、願いの塊何個使わせんだよ。あ、来ましたね。ツボツボですね。でもツボツボの星3はいらないんだよね。もうちょっと星が多かったら欲しいんだけど。まあ、とりあえず、これみんなで挑戦で変えていきましょうか。オンボタンを押して、これイベントレイドが出るね、ところだったら、別のイベントレイドのポケモン出ますので、変えていきたいと思います。まあ、ドクロックとかがいいかな。はいはいはい、変えていきましょう。うわぁ、こいつまた来たよ。ようやくドクロック出てきた。しかも星さんだし、どんだけ出ねえんだよっつう話っすよこれ。今ずっとやってましたよ。めちゃめちゃ確率低いんだけど。まあいいや、これやってきます。一応レポート書いときましょうか。一応ここでもう一回最悪やり直す可能性もありますので、行きましょうか。うわいいね、こいつの見た目好きだわ。かっこよくて速そうな感じで。危険予知か。まあこれは夢特性じゃないっすね。まあでもいいでしょう。やっぱ星さんだから余裕っすね、倒すのは。ありがとう。こいつは捕まえたいね。さすがに捕まってくれるよね。これで捕まえられなかったらうざいわ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ時間かけたのに、これ。出すのに、こいつ。そしてこれ星さんですけど、やっぱちょっと少ないっすね。経験アメ L1 個って大体 S とか M とかあったりするのに。少ね。でも、これでも鎧鉱石1個ですからね。マックス鉱石1個もらえますから。下手したらこの星さんのレイドとかやった方が稼げるかもしれないですね。これ集めるのは楽かもしれないですね。はい、じゃあ中身見ていきましょう。4V ですね。まあ、そのままか。はい、で、ドクロックレベル40のメスでございまして、特性危険予知で相手の持つ危険な技を察知することができるという特性でございます。これは夢特性ではございません。残念。で、ヘドロ爆弾、不意打ち、リベンジ、泥掛け。なんか結構汚めな技が多いような気もしなくもないですが、おっとりした性格ですね。はい、それだけです。こいつのリズム感がめちゃめちゃいいんでね、皆さんこれに合わせて踊っちゃったりするのもいいんじゃないかなと思います。じゃああと1体ぐらい捕まえてみましょうか、適当に。うわ、紫なんでこういう時に限って出んの。ほら、出したんだから。あーもうまた紫出たよ。こんな出るか普通。ほらもうやだ。お、来ましたね。どうしよう、巨大バタフリーかな。まあツボツボかな、欲しいの。なんでまた変えていきましょう。だって正直こいつら出すぎじゃないですか。もう何回このイベントレイドにさ出てくるんだっつう話ですよね。巨大ダストダスト、巨大バタフリー。いや、つうかもう速攻でドクロック出てきたし。何やねんもう。運悪すぎだろ、いろんな指で。お、来ましたね。星さんなんだよな。星さんはやだ。せめて星呼んでよ。まあ星呼んでいいか、妥協しよう。これで星5出てこねえ。もう嫌だ、こいつらにそんな時間かけるほどのあれじゃないから。まあゲットしていきましょう。まあ一応レポート書いとこう。はい、スタート。うわいいね、
こいつ金銀のポケモンですからね。金銀世代の私としてはすごく嬉しい懐かしいポケモンです。でもなんかこいつ NHK のなんか教育テレビみたいな感じで出てきたアニメのやつに似てんな。なんか名前忘れちゃったけど、芋虫みたいなやつ。はい、なんとか倒しましたね。すげえきつい状況だったわ。サンダースとピカチュウがいて、飛来心で全部ドサイドに来るっていうね。最悪な状況すぎだろ、いくらなんでも。オッケー、ちゃんと捕まってくれましたね。これはありがたい。これでね、飛び出されたら本当にブチ切れたくなるからね。はい、アイテムについては経験アーメール3個、まあ鎧鉱石、マックス鉱石1個、まあこれ星いくつでも変わらないですね、これ1個ってのは。まあまあまあいいんじゃないですか。はい、 5V ですね。まあまあいいでしょう、普通に。それはツボツボレベル50オスでございまして、特性頑丈で相手の技を受けても一撃で倒されることがない、一撃必殺技も効かないということでございまして、まあこれは夢特性じゃないですね。つうかもうあの上のグラフがさ、尋常じゃなく偏りがすごいね、やっぱり。改めて見ると特防と防御だけ高くて他20とかですからね。やばいでしょそれは。で、技岩なだれヘドロ爆弾地震ネバネバネットっていうことで、地震なんか覚えんすよね、知らなかったわ。まあでも結構なんか豪華な、なんかすごい強いような技ばっかっすね、意外と。で、おとなしい性格ですね、打たれ強い。もうただでさえ打たれ強いのに打たれ強いってもう最強じゃん。まあそんな感じで、ゲットさせていただきましたと。はい、ということで今回はツボツボドクロック鉄火忍ゲットさせていただきました。冒頭でも言いましたが、ラフレシアと巨大バタフリーと巨大ダストダスも出ますので、まあ、そちらもちゃんとね、戦ってはいないもののちゃんと確認しましたので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まあ、巨大バタフリーと巨大ダストダスも1億回ぐらい出てるけどね、このレイドに。まあ今回も結構割と平凡なレイドだったかもしれないですね。てか人情ねえよゲームフリークさんよ。テロリスト